こんにちは、まなまなです。まやりんです。一人汗でまなまやです。イエイ。はい、今日の企画はまあ最近地震とかも多かったりとか、もうすぐ3月11日も近いということで、もう一度改めてなんか防災グッズとかそういうのを準備しようっていう動画になっております。まあ、パチパチかな。まあという感じなんですけど、はい、私の家もすごいちゃんと、東京の家の方もちゃんともう防災グッズ用意してて、一人暮らしし始めた時にすっごい怖くて3万円分ぐらいかけて、すっごい目立つバッグとか買ったりとかして、ちょっと怖かったんで備えているんですけど、まあそれを改めて見直そうということで、今回はね一緒に買ってきたのでバンとある感じなんで、それを一個ずつ話しながら、この中にねバッグも買ってきたので詰めていこうかなと思います。はいはい、見て、めっちゃこれも、このバッグもこういう感じで、うん、便利そう、もういっぱい入るとこがあるの、収納。そう、まあという感じ。ちょっとなんかこのハサミをね、これも買ってきたので、ちょっと開けて切って、もうなんかいつでも使えるようにしておこうかなという感じでございます。ちょっと待って、めっちゃ目が悪くて見えんかった。 OK OK です。じゃあ大きいものからまやさんお願いしていいですか。はい、じゃあまずこちらからいきましょうか。はい、じゃじゃん、クルーネック T シャツ4枚組服ですね。やっぱり服ってちょっとなんかあった時とかにさ、こうさらっと着替えれたりとか、やっぱ服とかって一番大事かなと思ったぐらい、結構やっぱ布製品って大事かなと思って、確かにこれは必要だと思って買ってきました。はい、これはもうまんま入れとくか。はい、ドバン。ブルーシートブルーシートブルーシートもさ、絶対わかんない、避難して体育館とかでさ必要だったりとか。それ持参なんだ。わかんないけど、わかんないか、もしかしたら体育館もないかもしれないよ。もう道に座るよりかはこういうのがいいかもしれない ね寝るとき、そっちすっごい不安症だから、それに関してはいっぱい買っとかないとっていう感じですね。なんか意味わからないもんまでちょっとちょこちょこ入ってるんですけど、それは私のこだわりですね。はい、まゆさんどうぞ。はい、続きまして、医療用ガーゼ。ガーゼは何に使うんですか？ガーゼは怪我とかなんかあった時とかに必要で、確かし。でこれのガーゼと一緒にこのサランラップとかもあって、サランラップ何？って思う人もいるけど、傷とかなんかあった時とかにもこう巻いたりとか、これも一緒に合わせて使えたりもするし、もちろんこれはさ、なんかあった時とかにいろいろ使えるじゃん。でもサランラップってお皿とかがあんま洗えない、水がないとかの時とかにも、こうお皿の何、洗わなくて済む代わりとかにもサランラップができるので、これとこれはもうね、そういう怪我と用ですね。素晴らしいですね、はい、こだわりが強いですね。次はキムいく、うん、ウェッティー。ウェッティーはもう本当にいつでもあって困らない、まあ、それを家で使わずにちゃんと保管するのが大切なんですけどね、うん、そう、そういうことです。これをね、防災用、避難用とかにちゃんと置いとかなきゃ。そう、ウェッティね、しかもこれ100万入っとるやつだけん、なんかこういうやつだとさ、結構さ1枚1枚が大きいみたいな感じだけ、こっちの方がちょっとなんか避難用っぽいなっていう感じあった。うん、はい、はい、という感じです。これ全部入りますか？いや、全部入れていきましょう、頑張って、はい、ほら、意外とね、このバッグすごい優秀、ね、ってか全部今回ドンキで揃えました、うん、はい、こちら、ハトムギ化粧水。こちらはまあちょっとまなまなさんのこれこだわりが出ちゃったんですけど、やっぱさ、なんか避難するとはいえど、やっぱ怪我とかなんかあった時とかにさ、変に乾燥とかして余計にもなったりとか、気持ち的にもさ、肌が痒い、乾燥するとかってさ、なんか嫌じゃん、気持ち的にね。はい、まあ、だからこれをね、ちょっとでもみんなで分け合えたらいいなみたいな、ちょっと大きめのやつをね買いました。まあこれは、最悪いらないやつですね、うん、最悪いらんけど、なんかでもさ、嫌じゃん、もうなんかこうギリギリみたいな、うん、そう、まあ、ちょっとね、わごみちょっとでもね、女子力をね、そう持ちたいですね。はい、乾燥が大敵なんでね。そうですね、痒くなったりしたら大変ということで。続いて、懐中電灯。でもこれは必須でしょ。そうね、まあもう、ちょっとこういうのよくわかんない方なんですけど、用意とかしてなかった身なんで、ちょっとわかんないんですけど、懐中電灯はいるなって思います。めっちゃいいじゃん。そう、まあ一緒に電池と、これ電池入っとるっけな、
これ電池入ってないんで、これまあ開けて1個セットしときますから。そう ね, ね。でこれすごいのが別の電池でもいけるっていう、思った。そう、いろんな電池対応。そう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 、だからもし何かあった時とかにすごいね、やっぱ誰かから電池をもらった時に炭酸だったかもしれんし、なんかあった時にねいけるという。そうですね、うん、もしもの時を考えるのが大切ですね。そうですね。なんかどういう感じで説明書読みますか。え、ゴチじゃん。これがホイッスル別で買ったのに、ホイッスル別で買っちゃった。すごい。うわ、よう見ればよかった。すごいね、でもほんまに防災グッズだわこれは。あ、ありがとう。あ、ほんまや、すごい。え、これどうやってんの。炭酸のとこにつく。あ、つきやすいね、すごい。え、それなんか一番わかりやすいとことかに置いとった方がいいかな。あの、つけといた方がいいかもね。あ、これだ。うん、あ、確かに、つけとこう。そう、これホイッスルも一緒に買っちゃった。まあでも、なんかあっても、うん、これはいい。ホイッスルは常に首にかけとこう。常に、うん、常に。え、でもホイッスルは必要だよ、絶対。これどれ、当ててつけんの。いいじゃんね。これ横ポッケとかも、あ、ないんだ。いや、あった気する。あ、ないんか。あ、でもさ、コンドル入れとこ。で、ホイッスルもこれ一緒に分かりやすいところに。あ、これはさ、引っ掛けとくか。うん、こう、こう走ってて横でこう、そう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 、なんかあった時にね。優秀、なる、うん、なる、OK。はい、続きまして。続きましてはこちら、じゃじゃん、紙コップ必要でしょ。確かに、確かに、うん、もう紙コップはね、やっぱ誰かと飲むとかもあるだろうし、一人の時とかもやっぱさ、はい、あとはお箸じゃん。あ、こっちか、ごめんなさい。お箸ってもちろん食べる用とかにもなるけど、なんか骨折した時にこう止めるとかもあるじゃないですか。すごい顔で見える。そうだから、なんかこうたくさんあった方が何かしらね使えるんじゃないかということで。まあ、なるほどね。箸はね、いっぱいあった方がいいと思う。確かに、もし何かあった時とか怖いじゃん。え、何があるか分からんけど、箸はね、すごい、うん、苦しくなってきた。あ、ちょっと続きまして、スペースタオル。タオルはね、うん、必要か。必要、もうできるだけちっちゃいやつね。そうそうそう、バスタオルとかやっぱりね、うん、欲張っちゃいけないよね、うん、これやっぱ分け与えるように、うん、3つ入ってる。必要、必要。もう入んないで、これガチガチガチな人、もうあのバザーとかで役立つ人。いい感じ、いい感じ、すごいいい感じ。で、あとはまあ絆創膏100枚入りね。絆創膏は、さっきに言ったガーゼとか、大きい怪我じゃなくてもちっちゃい怪我もいっぱいあるかもしれないから、こういうのはね大事です。で、あ、これもね、タオルペーパーみたいな、ティッシュみたいな、ポケットティッシュ。そうそうそう、これいいなと思って。なんで。で、あとはまあそれも持ち銃。持ち銃、これ充電しとかんといけんね。ガチな人よ。ガチだから。あ、今後ね、これはまあちょっと今撮影だからいいやみたいな、そんなんじゃなくて、もうガチで、あの、準備するやつ。ちゃんと置くからね。あの、今後マナマヤなんかマジでビビってる人です。この前だってちょっとさ、地震かと思った時ほんまに焦ったもん。絶対必要だよね。確かに、持ち銃はね、普通に、うん、これ本当にいっぱい入る。うん、いいよね、収納がやばいね。はい、はい、続きまして、これは生理用品ですね。はい、まあ、女の子には必須な、うん、ちょっとね、これだけで多分だいぶ助かるというかね。タオルをだってたくさん使わなくていいっていうことはやっぱ大事なんで、パンツ変えれないとかなったら気持ち悪いし、役立つ。確かに、ね、そう考えたら生理じゃない時でもね、つけときたいね。そう、ちょっとコンパクトっていうのにこだわって、ちょっとね、こういうコンパクトタイプを買いました。絶対、うん、大事、うん、男の人もね、だってパンツ変えれないとかなった時とかさ、うん、本当だよ、みんなが使えるさ、いいものだよね、うん、で、はい、あとは大きいやつ、もうちょっとカイロ。カイロは、まあ、この時期だからってのもあって、うん、確かにね、布団とかで寝れないってなっちゃうと、やっぱ寒くなったり、うん、ちょっとでもなんかあったかいものがあるだけで違うかなと思って、これはもう今の時期必須ですね。てか、なんか夏は暑いか、まあ夏は暑いか、なんか必要かなって思って、うん、これは
何でしょうか。布テープ。布テープ、なんかこれは自分も何なんやろと思ったんやけど、なんかリストとか見た時に布テープっていうのがいっぱいあって、やっぱなんか貼ったりとか、あと個人的に思ったのはあのペンも必要だから、油性ペンが必要って書いてあったの、だから油性ペンなんか書いたり、ここに例えばメモ書きとか、わかんないけどさ、あのこれは私のものですとかさ、どうしてもさ自分の家っていうのがなくなってしまった場合いろいろね困るかなと思って、これなんかなんかあった時やっぱ使えるんじゃないかなってすごい思った。なるほどね。そうそう、あとペンも買いました、ちゃんと。でこれとこれはもう一緒に必須、うんうん、まああと軍手、もうこれはもう必須でしょ、ガチで、うんね、ガチだから、ちょっとこういうのはねちゃんと、確かにね、危ないものとか、そうそうそう、触る時とかだって台風なんかでガラス割れるぐらいだから、もうもしなんか災害起きたらもうガラスまみれかもしれないから、必要、本当にもう経験した人みたいに、もうめちゃめちゃあれだからね。後ろ部門閉める。そうだね、靴下入れて閉める。靴下、靴下、なんかこれ慌てて家出てしまった時にもし靴履けれんかったりとか、それとかなんか靴がぐちゃぐちゃになって、いや素足で歩くことはやっぱ難しいから、ちょっとこれちゃんと長いやつ、こう一個一個ちゃんと厚手のちょっとこう長いやつで、ちょっとやっぱりさ外敵から守る外敵だからちゃんとこう守んないといけないから、こういうの大事。まあパンツ変えれないより靴下変えれないの方がきついかもしれない。靴下の方がまだいけるかも。本当、うん、靴下なんか無理なんだ。いやでも靴下はもっとあった方がいいレベルだ。本当に、うん、そうだね。まあでも一応なんか2人分みたいな感じでは詰めていってるから、ティッシュがあった。これじゃん、マスク。あ、そう、マスク、マスク、マスク。この時期はもうさ、今もう何、この世の中はもうマスクないとちょっとさ怖いし、集団でもし集まって、うん、しかもそこでコロナがもうバーッとかなったらさ、確かにもう元も子もないよね。そう、災害でやられるんじゃなくてこっちみたいな、そっちってなっちゃうから。え、優秀このね、バッグ。ちょっとなんか妥協しよう一個いける、なんならもっと入るもん、ここ、ここなんかいるよ。はい、こちら綿棒。綿棒は、いや違う、消毒とか、ね、横がね入んないからね、こうしないと、いいね綿棒は大きい傷とかした時にさ、こう石とかがなんかあったりとかしたらさ、こうやっぱ綺麗に取ったりとか、こうもちろんだし、やっぱ綿棒って何かとねこう傷とかやっぱいっぱいあるだろうから、その辺はね絶対必要だと思う。衛生面的にも何かと、何かと必要だと思う。怖くなってきて、ハサミもいるんだよね。うん、ハサミもね、何これ、ハサミ多分前らへんとこにだけど、ハサミ前に入れとった方がいいんじゃない。絶対息つけて壊れたら元も子もないからね。はいはいはい、はい、閉まりました。後ろ部も OK です。ほらまだなんか入りそう。でも、ね、本当だよ、これ入れますね。半透明ゴミ袋、ゴミ収集袋、ゴミ袋ですね。いいね、これ確かに必要、これは必要ね、必要、本当に必要で、これ大切、これ一番必要だよ多分、うん、連泊とかになってくる、ね、そうそうそう。でなんかもっと本当は100均とか多分行ったらさ、いっぱい入ってるやつがあったんやと思うけど、うんうん、うね、ちょっとなかったけん、うん、この安いやつをいっぱい買ってきて、ちゃんと色とかも種類もちょっと全部分けたけん、うん、誰かにあげたりとかもできるし、もしマナマヤ2人でいる時にこれを持ち出していくってなった時にさ、誰か3人に渡すこともできたりとかするし、あと歯磨き粉ね、大きいやつ1本買って、これは絶対必需品ということで、やっぱさなんか気持ち悪いのが一番嫌じゃん、うん、なんか結構水とかってどうするの。あ、そう違うよごめん、これは今井さんと自分が買ってこようって言ってたけど忘れてきた。水、うん、あ、だから水はもうちゃんと常備しようっていう、ちゃんと家に常備して、ここにも何本か誘で、自分ジップロックにまとめた方が良かったなって思ったんよ、買った後に気づいて、うん、ジップロック忘れとったと思って、あればどっか入れるあ、でここにチョコ刺すでしょ一番で必要みたいなって、焼き鳥
これね、必要だね、ご飯、うん、非常食系缶切りなしで開けれるやつだから、そう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 、いいね、うん、気持ち的にね、なんか美味しいものの方がいいなと思って、うん、乾パンとかもいろいろ探してみたんやけど、乾パンそうとかよりもね、やっぱ気持ち的に上がる方がいいかなと思って、うん、なんかもうこういうのって生きれ、人間ってさ別にさ、まあ、こんなん持たなくても生きれるかもしれんじゃん、多少ね、でもさ気持ちが一番大事だなって思ったけん、うん、こう嗜好品とかもチョコもだし、チョコレート、トランプ、こういう嗜好品みたいなのも、トランプはだってさ何もさ携帯もしかしたら使えないかもしれないしさ、うん、時間をでもただただ過ぎるのを待つしかないってなった時すっごいさ気分がってなっちゃうじゃん、もう絶対そんなんさちっちゃい子とかおったりとかさ特にさじっとできないとかあるかもしれない、うん、ね、みんなでやってちょっとでもね、確かにね、気を紛らわすというか、そう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 、物はやっぱ必要だなと思ったけん、これチョコとかでなんか生き延びたって話もあるし、うーん、チョコ1個で1週間なんか1週間乗せる時なんか長期間生きれたとか、遭難者とかもあったりとか、チョコってすげえと思ったけん、ちょっと甘めのミルクチョコレート、なんか2日でなくなるわ、うん、1日でなくなるでもこれは食べないよ、非常食だから1日1個とかね、そう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 、やっぱちっちゃい子とかがね一番大事なもの入れるとこ、ここ一番すぐ取れるとこ、ミルクチョコで大丈夫、そうそうそう、大丈夫、その丸は入らない分けてみて、これメイクポーチとかに1個入れとくといいんじゃない、まあ、ファンデーション、ファンデっぽい、入る、入る、お、すごい、え、これはここ、あ、すごい入ったよ、全部今まで、全部、あ、ハサミだけこう、あとこれで水を持てば素晴らしい、完成、ちょ、一緒に持ち上げよう、 え、持てるこれ本当に、はい、はっ、一回座ってみようや、一回座って、ちょっと見て、ほら、これがなんかチャラチャラ言ってる、いい、おお、あ、やばい、避難避難、今もう、来た来た、はいはい、自信自信、早く持って、急げ急げ、早く早く持って、はい、閉めて、はい、立って行けるね、行ける、あ、でも結構重いよこれ、重い、うん、あのこれで2キロ歩くとかなったらマジで、うん、多分ね途中でもうあれだわ無理、脱落してる、重たいな、でもこれが必要最低限だとして考えたらさ、他に持っていくってなったら大変よ、マヤ赤ちゃん持ってるとかして、ほんとよ、だからしかもマヤもう一個マザーバッグ持ったんだけど、あのちゃんと赤ちゃん用のおむつとか、ね、うん、おむつとかご飯とか離乳食、うん、あなたは用意しといかないと、前だけでもマナマヤ家ではもう用意したよね、これで、なんか、もうなんか自分より重いって思っちゃうぐらい重い、ほんとに、そうで、後ろ行っちゃいそうだもん、重たい、めっちゃ重い、重たい、ちょっとめっちゃだるぎなんです、ごめんなさい、けるいける、でもこれもっと狭めた方がいい、こう、そうね、うん、ちゃんと合わせて、ちょっとあれ意識しちゃった、ちょっと可愛さ意識しちゃった、うん、ちょっと可愛さ意識いらんかった、やっぱこれ避難だからこれも、あ、めっちゃ軽くなった、ほんと、うん、もうこれ、確かにそうなんだ、これぴったりがいい、うん、ちょっときついぐらい、あ、ちょっと、あ、でも背負うとき大変よこれ、いや、ぴったりぐらいがいい、あー、あ、軽いね、うん、軽くはないけど、軽くなったね、うん、これどっちが持つの、2人で握った、え、だから自分は他にも水とかいろいろ持ってこういく、あ、これもう一個作ってそう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 、これはあくまでここに2人分入れてるだけで、別でもう一個いっぱい持ったり絶対あるから、絶対携帯と財布とかさ、うん、そう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 、でも携帯と財布、通帳とかね、うん、もうカードとか、今生き残れたらさ今後があるじゃんね、はい、これでも準備満タンよ、うん、満タン、だからマナマヤの家にをちゃんと置いてやりましょう、まあ、こんな感じで一度見つめ直して、皆さんも一緒にねこれを機になんかたくさん買ってみてほしいですね、ちゃんとなんか届けるために、ね、全部今回ドンキで揃えたから、うんうんうん、ドンキでこのぐらいはもう軽く収まる、 2万円いかなかったぐらいだったかな全部で、だからまあ命を守るためにでも、そこはねちょっと皆さんお金をかけてやってみてください、まあこれ以外にもこれが絶対必要ですとかなんかあったらコメント欄にたくさん書いておいてください、皆さんもそれを一緒に見てね、ちゃんと防災グッズを用意しましょう、はい、
この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。